Welcome to Disney Catch Up 海外ディズニーニュースの時間です。今回もニュースをお届けするのはディズニー大好き上ちゃんです。よろしくお願いします。まず最初のニュースはティアナのバイオアドベンチャーの最新コスチュームが公開されました。その映像をどうぞ。このコスチュームはティアナのバイオアドベンチャーのコンセプトアートで描かれているコスチュームです。またスプラッシュマウンテンからの改装工事が順調に進み、シンボルマークのウォータータワーも設置されました。ティアナのバイオアドベンチャーは2024年オープン予定です。来年オープンということでね、プリンセスと魔法のキスファンは今から待ち遠しいんじゃないでしょうか。ティアナの新しいコスチューム、会ってみたいもんです。続いてのニュースに行く前に、気になる海外ディズニーのグッズ情報を挟みたいと思います。エプコットフード&ワインの最新グッズの情報が公開されました。7月から11月までフロリダのエプコットで行われる2023エプコットインターナショナルフード&ワインフェスティバル、ここでしか手に入らないグッズがこちら。カチューシャ、ラウンジフライヤードゥーニー&バー、スピリットジャージ、そしてミラベルのエプロンなどなど。いやー、個人的にはね、あのラウンジフライのど真ん中にドーンとあるあのスペースシップアース、あれが可愛いですね。色合いも可愛い。そしてスピリットジャージ、あれは欲しい。続いてのニュースは、マーベルのショーロジャーズ・ザ・ミュージカルがディズニーカリフォルニア・アドベンチャーでデビューしました。カリフォルニアにあるディズニーカリフォルニア・アドベンチャーパークにあるハイペリオンシアターでロジャーズ・ザ・ミュージカルがデビューしました。この新しいワンアクトミュージカルが2023年6月30日から8月31日までの期間限定で上映されます。このクラシックな物語はスーパーヒーローファンに向けて、スティーブ・ロジャース、そう、あのキャプテン・アメリカの旅を描いています。こちらのハイペリオンシアターで行われるショーはね、上ちゃんアラジンとアナ雪と見てきましたけども、別料金払ってもいいクオリティなんでね、今回のショーも期待できるんじゃないでしょうか。今回のディズニーキャッチアップはティアナのバイオアドベンチャーとマーベルのショーの最新ニュースをご紹介しました。また新しいニュースが入ったら皆さんにお届けしたいと思います。と終わりたいところですが、ここまで見てくれた方のために、公式が公開していますロジャーズ・ザ・ミュージカルのスニーク映像をお見せしたいと思います。どうぞ。Call them the Avengers, of which you are the first. I could do this all day.最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。